阪神競馬場、午前中最後第4競争は3歳未勝利戦です。芝コース 1400m 混合戦、多頭数18頭のレース。スタート地点は向こう上面のやや左手、 1800m スタート地点内回りですので 1400m のレースになります。続々と収まって山勝オリオンがゲートイン。待っておりました大元18番ゲート、これから促されます。大元がゆっくりとゆっくりと促されてゲートイン。全馬収まって係が離れます。スタートしました。大元いいスタートを切りました。すぐさま一段となります。さあ先行争い、まず間からは広重ダンディが行きました。2番手の位置ですが、山勝オリオンがつけて、最内1番のトラーバに2番のルージュティアーも後位、外から接近10番のマーナーパスが行っています。間をついてスルスル3番エナジーグランが前に上がっていきました。連れて8番この圏内、外目18番大元加わって、やや下がったとも追走、その後方外を下がなく並んでいるシャウビンダーです。その後方からはスナークルーブルが追走して、内はゼッケン13番ゴッドスイートビー、直後ですか9番ダノンアーリーが続いています。あとは2馬身と馬群が開きました。14番のモズブーナー、2馬身後方ですが15番のウィンマリアンヌ、その後ですがクリノツッチャン、そして名将カジヤと追走して、その後に4番のコヨイの月が追走しております。3、4コーナー中間地点へと段が固まっています。わずかに内6番の山勝オリア、いや広重ダンディが接近、そして山勝オリオンが外から2番手、連れて外から上がっていく8番の名将赤月と、前に下がっているゼッケン1番のトラーバに、さあ第4コーナー先行性と向かってまいりました。広重ダンディが先頭です。2番手です。3番手の位置、3番のエナジーグラン、3番手から前に接近できるか、内から1番のトラーパニです。前の争いですが、広重ダンディが粘る粘る、広重ダンディ粘っているが、外をつきましては3番のエナジーグラン、エナジーグラン、ルーパルテールが外から足を伸ばしてくる。さあ先頭は1番のトラーパニが抜けている。さあ内から抜けた1番のトラーパニ、トラーパニ先頭で今ゴリ、2着には最後外からはルーパルテール、よく足を伸ばしております。内はエナジーグランなどとの争いですが、内をつきましたトラーパニ、芝に戻して快走、鋭く最後は抜けております。1番のトラーパニ勝ちました。福永雄一騎士の手綱、そして2番手ですが、外から最後よく足を伸ばした5番のルパルテール、そしてそのうちには3番のエナジーグランですが、及ばず、これは3番手か。勝ちタイムですが1分21秒2です。上がり 800m は47秒1、 600m は35秒2です。さあゴール前混戦の中、内から2投目鋭く受けた1番のトラーパニ、そして最後外に持ち出して猛然と足を伸ばした5番のルパルテールが2番手、さっき前に行っておりました3番エナジーグランが3番手の入線となっております。芝に戻しての快走、1番のトラーパニ、福永雄一騎士の手綱でやりました。そして2番手5番の久々ルパルテール、そしてその後ですが3番のエナジーグランが入っております。あとは16番のシャウビンダーなどが固まっております。阪神競馬第4競争が終了しました。タイムは1分21秒2です。上がり 800m は47秒1、 600m は35秒2です。到達順は1着1番トラーパニ、2着は5番のルパルテール、3着は3番エナジーグラン、4着に16番のシャウビンダー、5着争い写真です。勝ち馬確定のご案内がありますまでお待ちください。阪神4レース勝ちましたのは1番トラーパニでした。鞍上の騎手、この1542勝目なんですが、この人が歴歴代通算勝利数、これで単独4位になったということです。阪神、はい、4レースは1枠1番トラーパニが内をさばいて抜けました。2着は最後外に出して上がった赤い帽子5番のルパルテール、この馬が人気薄10番人気、3着が黒い帽子3番のエナジーグランです。1番5番3番は3番人気、10番人気、2番人気です。単勝1番 5.3 倍、枠連13 76.1 倍、馬連1番5番 109.2 倍、馬単1番5番 151.5 倍、三連複1番3番5番 78.8 倍、三連単1番5番3番 546.2 倍です。確定までお待ちください。